あ、もう行けてます。大丈夫です。はい、もう立て続けに今2本目を撮ってますね。あ、もう始まってる。始まってるよね。はい、ね、こんにちは。はい、こんにちは。はい、2回目。2回目です。今日2回目、はい、何回すんの、はい、これで終わります。はい、はい、ね、はい、あれですよ、ライブね。あ、ライブですね、YouTube ライブ。そう、なんかまあ、はい、こういう感じ、ちょっと緩いっちゃ緩いですけど、はい、あの一個一個商品を10分前後ぐらいで、はい、ピンポイントその商品だけ、1個だけお伝えします。うん、で、はい、先ほどはこっちのスタンダードチェア、はい、ジャンプルーベ、はい、見てください、これさっきの撮影したんで、はい、ジャンプルーベのスタンダードチェアをね、はい、紹介したんですけど、はい、次はこっち。なるほど、一緒やん。色違いやん。ただの色違いやん。めちゃくちゃ紹介する気やなみたいな。うん、引っ張るやん。色ごとに紹介していくみたいな。はい、違います。全然違います。違うんですよ、はい、ちゃんと理由がある。理由があります。はい、スタンダードチェアの S、 あ、SP、 スタン、 SP、 はい、もう一回スーパーじゃない、最初からスタンダード SP。 はい、スタンダード SP です。スーパーじゃないです。多分なんだろう。スーパーじゃないからね。なんだろうね。はい、SP。ちょっと聞いてみます。はい。はい、SP ですよ。はい。何が違うんですか。一緒ですよ。色が違うだけ。色が違うだけです。はい。多分ちょっとカメラでは分かりにくいよね。分かりにくいんですけど。はい。ちょっと背中合わせくらいにして。あ、そうですね。サイズは全部一緒です。はい。全部一緒です。全部一緒なんだけれども、実は仕様が違ってて、はい、こっちのスタンダードの方は、はい、ここが、ツヤのあれ、全く分かんないよね。あ、残念。あ、でも概要欄に、あ、そうね、貼ってるから、あの見てください。そっち見てください。足が取って、ちゅうちゃする感じで、はい。そう。で、こっちのスタンダード。はい、ノーマルな方は、こうちょっと光沢のある、はい、あの塗装なんですよ、はい、で SP の方は、はい、実はちょっとマットな仕上げになってます、はい、なのでちょっと実はスタンダードとスタンダード SP って、仕上げも違う、姿形は全く一緒なんですけど使っている素材が違うんですよね、うん、はい、でこれで、デザインされたのが、はい、いつでしたっけ。デザインは、デザインというか、あのスタンダード SP として、はい、あの発売された。 SP はですね、うん、2014年。そう、フルーベもうなくなっちゃってる。そう、はい、そうなんですその後にできちゃってる、うん、この仕様、特別な仕様は、はい、ジャンプルーベがもうなくなった後に作られた、はい、なんででしたっけ、はい、これはですね、フ、うん、ルーベが亡くなられた後に、うん、なんと瀬戸座がプラスチック、瀬戸座がプラスチック製のものを、うん、ご家族、フルーベのご家族とビトラ社が共同で開発した商品です、うん、で現在フルーベがもし知っていたらきっと今の時代に合わせた素材としてプラスチックの資格だろうっていう考えて方から、うん、いろんな椅子とかテーブルとかたくさん残してますから、はい、まあ、その中から多分プルベ、うん、私のお父さんこういう色絶対使うよねみたいなのをプルベの ご家族が、はい、考えてチョイスしたと、はい、で、あ、やっぱりプルベはやっぱりそのエンジニアというかね、はい、あのより良いものを提供しようっていうその時代に合った素材を使いながら、あのより良いものを提供しようっていう意思が非常に強かったデザイナー、はい、建築家
であるってことを踏まえると、まあ、今の時代樹脂製のね瀬戸座を使うのはまあ当たり前なんじゃないかと。でビトラ、はい、今ねこれを製造しているビトラ社と共同で開発したのが2014年です。種類何がいいんですか？樹脂ね、あの、比較的、まあ、この木より実はちょっとね、座面の背もちょっとマットに仕上がってるんですよ、うん、で素材もあの少し、そうだね、ちょっとね、こうあのちょっとこうあの弾力性のある樹脂を使ってて、はい、硬いやつとかもあるけれども、ですあの少々の屋外では全然、はい、あの耐久性が、まあ、落ちないとか品質が落ちないような、樹脂を採用してます。ですけど、まあ、屋外で使えるっていうわけではないんで、あのフレームはスチールなんで、あの錆びちゃうんで、そう錆びちゃうんで、あの、まあ、そういう屋外を推奨してるわけじゃないですけど、まあ、それぐらい丈夫な素材を一応採用してます。野外看板、ガーデン家具、外装パネルなどのよく使われる素材です。素材ですよね、はい、ASA 樹脂だったかな、はい、ASA 樹脂を使っているので、はい、なのでちょっとこっちだとツルツルするなという方はあのスタンダード SP 使っていただくと、はい、それだけでちょっとこうあの表面がマットな仕上げというか、ちょっとザラッとした仕上げになっているので、滑りにくいかな。で、なんですか、樹脂って言ってるけど、わ、はい、かんないですか。いや、私はこれを木を塗ったものやと思ってました。そう、もう本当にみんなそう思うぐらい、まさかプラスチックだなんて思えない。実物見てそう思ってました。本当にこっちがやっぱり頭にあるしね。そうなおさらこっちは樹脂だと思えない、はい、あの樹脂の雰囲気ではない感じなので。はい、さらに嬉しいことありますよね。うん、なんと時代皆さんに飛び立つってちょっとだけお安くなる、ちょっとだけね、素材のね、白身でこのデザイン手に入れられる、このクオリティをこっちで手に入れられるので、そうなんですよ、はい、注目していいんじゃないかなと思います、はい、なのでちょっとスタンダードチェアだとナチュラルなんだけど、はい、もっとよりなんかこう色の組み合わせとか色遊びが、ね、そう あのしたいなっていう方はと、あとはちょっと何脚か揃えたいんだけど、まあ、予算ちょっとね少し抑えたいよねっていう方はスタンダード SP を、まあ、検討していただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、後ろ姿を見せてみますか。こんな感じかっこいいですよ、きっと合わせてね、ね、木のテーブルに全然合わせてもらっても、あ、あのすっきり非常にいい雰囲気に見えていると思うので、なんといってもかっこいいです。本当になんかもうですね、このアイスアップよ、かっこいいっていうのが、まあ、家にあるとテンション上がるじゃないかと思います。座るとこんな感じですね。177cm、 8mm ぐらい、158cm もすごい。で、シート外が何だ、45cm ぐらいですね。はい、つきますかね、僕だったら全然。もうすぐ高いな、私だったらもういくらでも前傾でね。立ちやすいです。お母さんはそれです、ね、お母さんもう気がついたら立っちゃう、立っちゃうからね、知らないのですみません、はい、ということで、はい、スタンダード SP を、はい、ジャンプルーベのスタンダード SP をあのご紹介させていただきました。はい、また次回もお楽しみに。何かをご紹介させていただきます、はい、あ、そうだから、コメントの方にも、はい、あのこんな商品紹介してほしいとかっていうのがありましたら、はい、はい、あのぜひどしどし、はい、あのコメント随時あのチェックして、準備していきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ではまた次回会いましょう。ありがとうございます。